皆さんこんにちは飯野愛です囲ってみよう攻めてみよう第6回は棒銀を指してみようその1を解説していきますさあ今回のテーマは棒銀です攻めの先方と聞いてまず真っ先に思いつくのがこの棒銀です 原子棒銀なんていう呼び方もついてますがかなり古くから刺されていますえこの棒銀の特徴は素早い動きで破壊力が抜群ですえ将棋の基本手筋もたくさん詰まっていますのでぜひ皆さんに覚えていただきたい戦法となっていますそれではやっていきましょう まず棒銀の一番の狙いはこの飛車を相手の陣地に乗り込むことですということでこの歩をまっすぐ進めてあげましょう2・6歩相手も8・4歩とついてきます2・5歩8・5歩ということでお互い居飛車宣言ですねはいここで大事な一手があります飛車をなり込みたいということで2・4歩と ついてしまうと。同歩。と取られて。同飛車。さあ、これで次の二三者なりが厳しそうに。見えるのですが。ここで八六歩と相手からつかれてしまうんですね。同歩と。取りますと。さあ、ここで相手が一歩持っています。八七歩。 と打たれてこの角が行く場所がありませんこれは失敗です慌てて攻めていくとまずかったのでここで皆さんに覚えていただきたい手が7、8金と角の頭を守る一手です 相手も3・2・金と角の頭を守ってきましたさあ棒銀ということで銀を使いましょうこの銀を攻めに使います3 8, 銀・8・銀はいここで8・6・歩と相手がついてきたら歩がぶつかったらまず取ることから考えましょうこれ放っておいて次になられてしまっては角取り・金取りになってしまいますので 同歩と対応します。同飛車と取ってきたら8七歩とこの金を上がった効果でこの飛車を追い返せるようになっているんです。これが 7, 8金の効果です取っても取られてしまうので後手は8二飛車と引くしかありません。 さあここで二七銀と上がるのが棒銀の第一歩です。二七銀に六二銀とやりますが二六銀。このように銀をまっすぐ棒のように使うことから棒銀と名付けられています。この形が飛車が下に支えている形が。 いい形なんですねさあここで相手が5-4歩とついてきましたこの銀攻めていきたいのですが次の一手を皆さんに考えていただきたいと思います さあ皆さん答えはわかりましたか？正解を発表します。正解は三号銀ともう一つ一号金。これはどちらも正解です。銀を五段目に出る手を考えていたら正解です。仮にこれ 三四歩と五四歩の代わりに疲れていたら1。一号銀とこちらに出ます。一号歩とこちらを防がれたら3、三号銀と。棒銀は。この銀が五段目に出たら、成功形となります。この銀、棒銀をやるからには、必ず捌かなければいけません。 将棋では「裁く」という単語がよく出てくるんですがそれは相手の陣地になり込むか相手との駒を交換するか何かの駒と交換するかというのが裁くととといいいうことだだと思っていてくださいそれでは攻めていきますえ中央に使える時はでも3五銀と出る方がよりいい手になりますかね。 五四歩に三五銀出ていきますさあ五三銀とやりますがここでさあもう攻めていきますちょっと今まで囲いについて触れてきましたが今回はこの棒銀の破壊力を知ってもらうために囲いを省きますこの攻めの手筋を皆さん注目して頭に入れてくださいまず二四歩と突きます これ次になる狙いがあるので相手も同歩と取ってきますがここで同銀とずんずん銀が前に進んでいくのが攻めのいい形です。これ飛車で行ってしまうと2三歩と打たれて取ると金が効いてますので引くしかないんですがこれはちょっと。 攻めが止まってしまうのでもったいないですただの一歩交換に終わってしまいます小さい駒から銀で行くのが正解ですさあ今度先ほどと二三歩今度の違いは同銀になると構わず取っていけることなんです 銅金と取られますがこの時に飛車が大砲が下にいるのがよく聞いているんですねズドーンと同じく一緒なりこれが棒銀の攻め方になりますとてもいい形ですこれほっとくと2-3風という狙いがあって角を取れる狙いが あるので。相手は三四歩と。この角を逃げれるように。しました。今度。二三歩と打つと。逃げられてしまって。これはあまり大したことがないんですが。二三銀なる。同金と。銀を。さばけましたね。そして、同飛車なる。さあ。 飛車を鳴り込むことができましたこのように飛車を下に置いといて銀を前に繰り出していくことで最後大砲がドーンと発射できるんですね。さあこれが棒銀の威力でした皆さんいかがでしたかぜひ実践で使ってみてください。次回も棒銀を刺してみようその2を解説していきます。